メロディオンは鈴木楽器製作所が製造する鍵盤ハーモニカであり、鈴木メロディアン等は同社の登録商標である。日本国内はもとより世界各国の初等教育で音楽教育に欠かせない楽器として多く愛用されている。この商品名はメロディーとアコーディオンを合成した造語である。鈴木楽器製作所は1953年に 創業してからはハーモニカを専門に製造していた。1958年、小学校低学年の音楽で、ハーモニカの指導が文部省令で義務付けられるようになると、同社でも学校向けの15ケシングルハーモニカを生産し始めた。しかし、ハーモニカは、児童が音を口で探しながら演奏しなければならない、ため、教師にとっては指導の面で大変な苦労を強いられた。 その問題に直面したオーナーの鈴木万次は、すべての児童に、簡単でそして幅広く、音楽を演奏できるための楽器を開発したいと、決意した。1959年、一万塚さは、ホーナーメロディカというドイツ製のリード楽器の存在を、知り、これを応用すれば、日本の音楽教育の新時代を開けるとひらめいた。そして同年から、メロディカの構造や原理を参考に、 日本の児童の音楽教育にマッチするような改良や新機軸を加えて1961年に新しいタイプのリード楽器スーパー34を開発した。これこそがメロディオンの祖先というべきものである。しかし市場に出た後もこの楽器が順風満帆というわけではなかった。発売後数年間は全く新しい楽器で価格も高かったため、 楽器店からは相手にしてもらえず、会社の倉庫は、連日の返品で陣取られていた。おまけに、本来手本としていたはずのホーナー社からも問題視され、そのための和解にも時間がかかった。ホーナー社との和解後は、技術的な改良は、もちろんのこと、一万つかさ自らも、学校へ売り込みに出かけ、メロディオンの音感教育での優位性や、集合音の美しさをアピールしていった。 加えて、文部省や各地の小学校長会などに対してもメロディオンの採用を訴えた。その結果、1969年に文部省の学習指導要領が改定されることになり、鍵盤ハーモニカという名称でメロディオンが音楽教材基準に位置づけられることとなった。卓奏用パイプや楽譜立て一体型のプラスチックケースはメロディオンが 世界に先駆けて取り入れたものである。現在では他のメーカーでも採用されている。鍵盤数が25から27件は園児小学校低学年児童向け、32から34件は小学校低高学年児童向けだが、幼稚園、保育園で32件を導入して使うところも多い。また、34から37件のもの、及びソプラの仕様は、学校、 円の備品として使われている場合も多い。型番の数字は、鍵盤数を表す。上、スクール34、下、A-32。ありがとうございます。